お願いします。はいはい、こう例えば殴ってくるでしょ、はい、で、そう。これで当たるよね。当たる。跳ね返されますよ。そりゃそうだよ。まずこれが一つはね、こう、こう。これが一つ。ここちょっと危ないですね。手、逆に危ないですね。そう、手首やっちゃうんです。自分の手が危ない。これ入ってくる。ほら。あ、ちょっとずれてる。ほら。あ、これまた当たらないですね。もう音になるんだよ。ピュッて。これ。ガラ空き。危ないですよ。相手はこれね、当たったつもりになるんだ。そうですね、ほら、うん、当たったつもりだから、はい、引かないで。軽いですね。そう、面白いもんでね、普通空手でも何でも打ったら引くでしょ、はい、ああすぐ引くでしょ、はい、そうやって引くでしょ、はい、もう一回やってごらん、ほら、ああ、全然表面しか当たってないです。そうなんだ。あ、これ、これはどうですか。これは普通できませんよ。できないですね、うん、できません、できません。あ、なんか今までの受け身のそれと違います。違いますよ、うん、だからこう表逆と取っても小手返したでしょ、こうでしょ、はい、ほら、はい、ああ、なんか、ああ、全然違う、ああ、ああ、なんだ待ってよ、普通これでこうやって受け身、そうそう、ね、これでしょ、はい、行きますね。ああ、なんだ、ああ力が全然加わらないです、こっちの。そうなんだ、だから抜くって言うんだよ。抜くか、力を抜くの、相手のこっち取っても同じ。ああ、普通はこう取られるわけ。そうですね、これでいきますね、ね、それで回ってバターンと受け身やるでしょ、はいはいはい、ほら、あ、全然全然、あ、あ、どこ行ってるんだこのまま置けなきゃ、置けなきゃまだこれ遠慮してんだからねこれ折るんだから、その先が怖いです。手首をこれでも、まずこれで、まずこれで折るわけ。それで折ったところ、これをボキボキって折って投げるんだ。これやばいっすね、これ本当にやばい。怖っ。今日大手逆でもこう来た、はい、あの相手の場合どうやって逃げるの。まあまあこれ、ね、逃げない。ああ、いや、逃げないです。逃げないよ。逃げないです。そうか、じゃあ断られたらどうする。いや、これ受け身取れないんだ。これ今なんで今どういうふうにやられたの。今あの爪入れられました。すこれ効きますよ、これこれこれ耐えられないね。あ、これは取ってここそれで蹴るの。これはまずいわ質が違うんだからやっちゃいけないことやんだからね。バックスと同じで参りましたいやー、すごいです。急所が一瞬ですよ。こう、あー、ちゃーそれでこれで蹴られた。おー、そうこのね、これもね、連続受けられないですよ。でしょ、だから骨を使うから腰術これ、蹴りはないですね。ないでしょ。腕だっていっぱいあるんだから、こういう急所が。ことかね、それからこっちをこれどこもでみんな知らないんだよ、この急所ね知ってました、今のやったとこ全部急所ここ、うん、あー、でも覚えてないですね、もうここだけですよ、表の頭真っ白になっちゃう。あの線中線中からこのラインだけ皆さん知ってるんですよ。そうね、ここだけ守るんですね、ここですね、うん、ここはあ肋骨のこのこれこれ、仏滅って言うんだ、これ仏滅、ね、仏滅、うん、これこうやってやってるから痛くないけど、これ親指で入るとザーッ折るんだから、これこれ切りちゃう大丈夫だよ怪我させて、痛いだけですもんね、痛いだけです、痛いだけです。いやー、すごいこれ。これでも俺も汗ちょっとすごいわ。ダイエットで。ダイエット。これは腰術って言うんですか、先生。そう。これ今こっちをガンガン
こっちのムツムツ、うん、おー、出てる、ほら、すごいちゃんと入ってるだから遠慮しちゃダメなの。遠慮するとね、暴れちゃうんですよ、相手が。だから暴れさせないようにね、それで怪我させない。で、痛みを知って加減を知ると。じゃあ、出るときはちゃんと加減を、ね、こう体っていうのは意外とね、横に急所が多いんですよ。あ、薄いところ結構多いですよね、こことかこことか、これ内側もこういうとこ、こういうのかかとで蹴る。わー、ちゃんとこういう風に動いてる。あ、やばい、これ腰抜けた。ワンクッション入れ、やばい、これやばい、やばい、これ、これはちょっと、それで、さー切ったり、手裏剣投げたりするよ。手裏剣いらないかもしれない。刀いらないか。あ、こう、あ、大丈夫です、うん、いや、あ、これダメージ結構はすごいね。ちょっとこれ深いのね。はい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 、ね、表面的に痛さないんですよ。ツボだから。足に大きいの3つ4つあるんですけど、そのうちの1つ。あ、これ次こっち何もできないですね。そうですよ。あ、これ大事なのかもしれない。そうですよ。いけっつっていく可能性ありますもんね。うん、これがないんだ。ないんだ。だから疲れないっていうの疲れるのこっちだけですよ、ね、そう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 。いやー、あとこの首の周りパーですよ、これ、この筋、これ、あー、それからこれ、あ、耐えられない、痛いでしょ、これ、ね、鍛えようかい、まだまだ、うん、鍛え効くところは吸収じゃない、これ、耳、これ、あ、これ痛いだろ、これ、ここでバーッ、その後ぶち抜くんだよ、スパイ、投げて一本じゃないから、これ、しかない、あとこの目の周りね、目で痛いのはね、この際、これ、あ、それからここ、それからここ、あ、どれもだ、もうそれ以上やると、あの、よし、調子悪くなっちゃうから、すごい吐き気するからね、痛みでね、都合でダブルカメラ、あー、どうですか、爽やかな顔してますね、いや、すごい。これをこう、この耳の後ろ、これ、それでここへね、耳を、それでほら、ここからこっちに、これを図取りと言います。頭取りで図取り。今俺どこにいるか。でも本当はあの首もぎ取っちゃうんだからさ、鼻も折れちゃう、その鼻も折れちゃう、入ってましたもん、入りましたよ。ああ、もうこいつや。みんなこういう稽古今やってないでしょ。今はやってないですね。ね、だからダメだっていうの。あ、ね、うん、これこう組んできた時もこれ。ああ、見てるだけでも、見てるだけでも、片方だけだからいいけど、両方取っちゃうんだから。あのね、こっちで手足出なくなっちゃうよ。そうで、出ないですよね。もう、そう、痛すぎて、なんだなんだって思うんだね。出ないんですよ。だそうです、うん、素晴らしいです。で、これがさっきも言ったけど、気が向いてやったらダメよ。心がね、リラックスしてないと怪我させちゃうからね。で、さっきの鎖骨だってこれ入れて、これで引っ張るんだから、外すの鎖骨を、うん、鎖骨ね、久しぶりの痛みですね。まだまだね。さあ、こっち厳しいよ。厳しいでしょ。ああ、もうこっち全部厳しい。みんな弱いと弱い、そうですよね。そうで、鍛えられないとか、おっしゃった通りなの。戦うとすんだ、ね、ダメなんだよね。うん、掴んできても、組んできても、何でもどうぞね。そこの心でお迎え入れて、うん、あとはもう料理する、うんうん、この味出すの、まあ、いないですよ、杉先生。まあ、こういう稽古はあんまもうやらない。他の道場はやってるかやってないか私は知らないけどね。 あと、あの、体幹を鍛えてないと自由に体が動かないから、うん、体幹鍛えてる人ってあんまり見たことないね、うん、動きですぐ見えますからね。スポーツだから結構体幹鍛えるんですよ。武道ではあんま効かないかもしれないですね、鍛えるんで、うん、体幹を、ね、意識をそこに持っていくっていう、うん、体幹の鍛え方とかありますか。やはりね、空中展開の練習したりね、それからさっき言ったあの
木に駆け上がってみたりね、はい、それから森の中をね、私は高桁で走ってたの、この中、こういうのは。足場悪いですもんね。足場悪いからいいよ、足首がガクガクよ、はあ、そういうことをしたりして、正しい伝承に基づいた正しい動きをすると体幹鍛えられるんですよね。これだけじゃダメよ、世の中多いからね、評論家が、ね、皆さんにこれを味わってもらいたいです、うん、そしたらってもらいたいですね。希望でもう言えなくなっちゃうよ。いや俺お金じゃないですよ、全然本当になんかお金に組まれてる感じがする。危機を感じますよ本当に。この先があると思うと、うん、命の危険というか危機を感じます。下手に喧嘩打ってるとね、危ないね。分かんないですね。で、至って普通の人間でいいんですよ。いざとなったら知らないうちにね。だ高間先生が13歳の時だっけ、12歳の時、関西で、まあ、武道が強くなっちゃったら生意気だっていうのをね、呼び出されて行ったんですって。そしたら、うん、知らないうちに60人いたって言うんだよね。日本刀持ったり棒持ったりね、かかってきたからポンってやったら相手がすっ飛んじゃって、うん、で翌日警察へ出勤されて、それでよく話聞いたらヒーローになっちゃったんだね。新聞社まで来たっていうからね。これやるんだからそうだよね。そうですね、もっとやったと思いますよ、戦いだから。ああ、うん、随分怪我したみたいな相手はね。心折れますね相手は。もう次はないですね、うん、これやられたら次いけないですもん。だってどうですか、今までのあれやってきたものと今の味わった。いかにポールさんのが本当に優しいの、優しいっていうのが分かって、しょっぱなからくらいやったらみんな多分来なくなっちゃうんですから。いや上手に上手に本物に触れられてたんですよ。こういう絵です。それは模擬刀と本身の違いだよ。模擬刀怖くないんだよ。そうですね、まあ、なんかやっぱり心の中でさ、はい、これは偽物と思ってるんでしょ、はい、でも模擬刀でもね、使い方のうちは日本刀と同じように使えるんだけど、本身出されたらビビりますよ。それだけでもそうです。そうでしょ、はい、それと同じでね、実際やってみなきゃ分からん、はい、この恐ろしさとかね。これは本当にそうですね。副質も触れてないと最初から蓮見先生が、うん、こんな激しく。そうですよ、最初から最初からもう初日からもうこんな感じでした、うん、そう全然こう、じゃあ上手にじゃあこうまずこれを教える教えるみたいにはそうじゃないなかったんです。ないです。もう最初からこうキャッキャッキャッみたいな感じ。そうやっぱりもうそこでやめる人もいるでしょうね。はい、一回だけって人いっぱいいますよね。これじゃ分かりますよ。痛みに耐えられない人、ね、それいていいのよ。でも逆にこれだって思ってくる人も絶対いますよね。すよ、俺が欲しかったらこれなんだよってくる人も絶対いますよね。だって私自身そうだったから。少林寺っていうのは突きも蹴りも逆もある。でも投げはあんまりないな。あ、うん、だけどあこれなら面白いと思ってちょっと勝ちってわけだ。それで自分は強いと思って行ったわけでしょ。もうして全然歯が立たねえんだよ。自分がじゃあ俺はちょっと強いと思って蓮見先生道場行って、うん、まあその前に俺はこういうものだって知らねえから。あの人は忍者の先生だっていう程度だから、うん、漫画でしょ頭の中がさ少年だもん。でどんな感じですか、初日じゃあ自分もあれ歌詞できると思って、うん、先生と見てどんな感じで。まずね接骨院やっててね、うん、町レッスンのところでね、一文字と十文字と七丁の構えをやんなさいって言われた。であの時誰かが教えてくれたんだよ、うんうん、七丁の構えできないんだよね、片足で立つっていうのは。あ、そう。じゃあ最初行って、うん、でじゃあ七丁どういうふうにできない。立ってられないんだよ。あ、だから体幹がねえんだよな。ああ、うん、それで膝曲げて膝上げてって七丁構えてから、うん、もっと曲げる落とすんだよ。これこういう相手にこうじゃダメよ。そうだよ。さっきあれ聞いてるな。そうだよ。それでこう来るんだよ。それもっと落とす。そう。それで相手見て。この構え。塚田さん、来いよ。ほら。ほらほら、そうでしょ。左足を上げるんですね。うん。ほらほらほら。ほらほらしちゃう。要はこれはね、体幹がないということなんで。あなたもやってごらん。さっきのネタ目じゃない。こっちです。これこれ初めて見た。あ、これでちょっと落とす。落として、相手を、ポールさんの。
こういう構え。あ、ほらほらほら。あ、ほんとだ。ほらほら。勝てない。ね。これ、こういうのやるからね、体感ができるんだよね。練習しよう、これ。こういう感じ。あ、もうできてるし。わかんないですけど。うん。何でしょ。利き足とかもありますよ。あー、あー、やばい、ほんとだ。これ、ちょっと、全然。戦いで、ね、構えじゃないですね、これこの時点で。それがね、ダメだ。あ、じゃあ同じだ。同じぐらいの年だ。これが一文字。あ、一文字。あ、いろんな構え。蹴りがこういうふうになる。あ、柔らかい、ね。柔らかいでしょ。はい。で、かかとで蹴るんだから。カメラマンがね、ワンショット1万ドルっていう人なんだよ。1万ドル、当時だからな。ちょっと、まあ、私は本当に武道が好きだなっていうことかな。それといい師匠に巡り会えたということですよね。どうしたの今石塚先生にやられた、やられたやつ、すっごい残ってんですけど、多分2週間くらいはかかるんですよね。2週間ですか。痛いよ。じゃあ見てよ、僕にも。あ、本当だ、残ってる。それ3週間ですよ。それ多分3週間伸びてるじゃん。さすがだ、やっぱり渥美先生の雰囲気はダイレクトに感じます。感じますね。うん、いや、楽しかったですね。そうですね。皆さんもぜひいつかそういう楽しい痛み、楽しい痛みで本当に痛いですよ。いや、皆さんこのビデオが楽しかったらぜひ LIKE ボタンに、ボシケにスマッシュと登録お願いしたいと思います。